こんにちは、プロゴルファーの諸藤正嗣です。今回はここ一番で使えるドライバーの飛距離アップ法を紹介したいと思います。まずは打ってみます。普通のショットをまず打ちます。続いてその飛距離アップをした打ち方で打ってみたいと思います。まず一つ目の違いなんですが、ちょっと2球目は触れてしまうのでフィニッシュが取りにくくなるんですが、1球目は普通のボールの位置、この状態でアドレスします。これはいつも僕が打つ普通の時の打ち方で、ロングホール、距離の長いロングホールだったり、そういう時にちょっと飛距離稼ぎたいなっていう時にやるアドレスが、ちょっとボールを中に入れていただいて、普段のアドレスから右足を一足分開いてもらいます。でその右足をちょっと引いてもらう。こうすることによって、左体重に勝手になって、でアドレスが広くなった分体重移動をしやすくなります。でこの乗った分をこっち左体重になってたので、ここで浮きにくくなってスイングワークが大きくなって、自動的にヘッドスピードが上がるという僕の、アドレスなんですが、これはちょっとヘッドスピードが上がるのでドラコンホールであったり、それがその時に使える一番の僕の振り方だと思います。でもあんまりすると体を痛めますので、ここ一番の時にやってください。では打ち方のおさらいです。まずいつも通りのアドレスをしてもらいます。でボールを1個分中に、でそこから右足を1足分広げてもらって、そこから右足だけ少し後ろに引きます。皆さんやってみてください。